はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、スマホ決済キャッシュレスキャンペーンまとめ月曜から小やつに決めたということで、まあ勝手に高齢化しつつある月曜からのキャンペーンのまとめ動画なんですけども、今回も発表されたキャンペーンと月曜からの対策を簡単にお伝えしていこうかなと思います。ということで、まずは楽天ペイからなんですけども、今回はこちらの楽天ペイに設定した楽天カードのお支払い分が期間中ずっと実施最大 5% 還元のキャンペーンの延長が決定しました。で、もともと7月1日までの有効期限だったんですけども、こちらが9月30日までとなりました。で、このキャンペーンまとめると、エントリーが必須で実施最大 5% 還元、上限が5000ポイント、そして9月30日までということですね。そして、ここからはこの3つに特化したキャンペーンについてお伝えしていこうと思います。家電ドラッグストア、コンビニ、この3つですね。まず1つ目の家電からなんですけども、もし家電を購入する場合はこちら、折り紙ペイのキャンペーン、折り紙で家電、初めてのおしゃれで 10% オフということで、こちらはエディオングループ、ケーズ電機、ビッグカメラグループ、ヤマダ電機グループの各店で折り紙アプリを使った初めてのおしゃれが 10% オフとなっています。そして最大割引金額は3000円まで、量販店のポイントと折り紙ペイで併用が可能、そして6月25日の火曜までとなってますので、こちら日付はお気をつけください。で、2つ目のドラッグストアですね。まあドラッグストアを利用するのはもう絶対ペイペイですね。ドラッグストア協力タッグ、スマホ決済キャンペーンということで、ユーザーによっては 10% から 20% 還元。で、ペイペイチャンスあり、期間は6月の30日までとなってます。そして、お店の独自のポイントカードがあれば、ペイペイとそのお店のポイントカードで二重でお得になりますね。3つ目はコンビニということで、コンビニを利用するならやっぱり LINE ペイですね。まあ LINE ペイはもうペイ得コンビニ祭が今開催されてるということで、18.5 から 20% の還元。そして、対象店舗はファミリマ、ローソン、ローソンストア100、ナチュラルローソン、ミニストップ、セイコマート、ポプラということで、まあこれはもうあの僕の動画でもお伝えしてなかったんですけども、なんとですね、お支払いをすぐに決済額の 15% が LINE ペイボーナスで還元されるようになってます。なので大体1ヶ月後とかに反映されることが多いんですけども、今回は決済したらすぐに入ってくるようになってますので、これはかなり嬉しいですね。そして初めて LINE ペイを利用される方には最大500円割引ということもあるので、これは初めて使う方にも結構いいのかなというふうに思います。で、ちなみにコンビニを利用する場合は、あのメルペイのキャンペーンもうまく利用するのもいいかと思います。今日本全国まるっと半額還元ということで、 50% から 70% 還元で、ポイント上限が合計2000ポイントまで、後払い設定が必須で、現在開催中で、まあ、6月の30日まで。なのでファミリーマート、セブンイレブンに関しては 70% 還元なので、まあ、上限達成までかなり早く到達できるかなと思います。あとメルペイに関しては格安のクーポンが出ていたりですとか、あとはメルペイのコード決済が可能なお店や ID 対応のお店であれば使えるので、コンビニ以外のお店でも使えるので、ぜひですね、公式ページなどチェックしてみてください。まあ、最後に対策としてざっとまとめると、家電は折り紙ペイ、ドラッグストアはペイペイ、そしてコンビニはLINE ペイやメルペイなどということで、まあ、こんな風に状況によってうまく使い分けることがいいですね。まあ、それぞれのキャンペーンの詳細については僕の動画でも一度紹介をしているので、下の概要欄もぜひチェックしてみてください。ということで、また月曜日から頑張っていきましょう。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。